は私月のマーとマトミサがリムジンに乗っちゃおうということで、ファンの皆さんと一緒にリムジンに乗って仮面女子カフェまでプレミアムな時間を過ごしていきたいと思います。ということで早速レッツゴー。ゴー、すごい、すっごい広いよ。なんと乾杯したりね、途中でね東京タワーでチェキ会やったり、そのままね秋葉原の亀寿司カフェレッツゴーするんですけれども、私たち2人でねいろんな企画を考えてるので今日は一日楽しみたいと思います。あ、出発しました、出発進行。タワールコールでーすということでプレミアムフライデーリムジンパーティーに乾杯。東京タワーにね行きますよ。東京タワー行ったことある人、はい、みんな行ったことあるの？私は初めての東京タワーです。それでは今日はプレミアムフライデーということでみんなで乾杯します。せーの、乾杯。イエーイ。え、で、あ、これは1枚しかないからこれジジなんじゃないかって。なんだろう、あ、これをかけってことか。そう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 、チーム。OK、行きます。こっち、よっしゃ。応募してくれた理由は何にこの魅力を感じて？リムジンです。おお、ストレートで正直で素晴らしい。長いリムジンに乗るのが夢でした。前回のハトバスの時に仕事で来られなくて、うん、まあ、次回何かあったら必ず参加したいなと思って応募しました。嬉しい。はい、ということで月のモアリムジン宮到着しました。皆さん、リムジン宮は楽しかったですか？楽しかったです。ということでファンの方々とこういった、まあ、プレミアムなリムジンに乗ることもすごく新鮮でしたし、この空間に一緒に過ごせるってことがまさしくプレミアムなので、すごい楽しい一日を過ごしたなと思います。プレミアムフライデーと経済を活性化できていけたらいいなと思います。これからも頑張っていきます。楽しかったです。ありがとうございます。今日は皆さんお仕事終わりに駆けつけてくれたりとか、私たちも一緒にねあのプレミアムフライデー楽しんでいきたいなという気持ちで、経済を活性化させるという意味ですごい今日はためになったんじゃないかなと思います。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございます。